はいじゃよろしくお願いしますえ今回は中学1年生の数学第1章の部分をギュッと一本の動画にねまとめてやっていこうと思いますでこのシリーズはちょっとこう使ってほしいなとかこういう思いがあるよってでいっぱい喋りたいとこなんですけどそれは概要欄に書いておきます なのでちょっとチェックしてください。初見の方はね。ただ、一個だけ言いたいのは、えー、このシリーズ、多分こういう動画って見て、あーなるほど分かったってなりやすいと思うんですね。でも、それ実は自分で解いてみると解けなかったりするんですよ。だから、必ず問題演習、練習問題とかをやったりとか、あとはこの動画に関しても不安なところとかちょっと怪しいかなと思う部分は繰り返し見てください。いいかなせっかくやったのにさ、得点伸びなかったらもったいないんで、その辺はうまく使ってください。 こんにちはまずね今回のお品書きからいきましょう今出てると思うんですがまず1個目が今出てるね4つの数の違いそして「絶対値って何だ四則計算にマイナスが登場指の数あれ素因数分解がいる」というこの5本立てでいきます第1章ねまあ番書切り替えながら編集入れながらねやっていきますのでどうぞよろしくお願いします頑張ろう <laughs> 長くなりそうだからね、撮影も大変なんですけどじゃあまずいきます 4つの数の違い。まあ数、カタカナでね、ワード書きましたけど、今回は、負の数。これ負の数って呼びます。正の数、整数、自然数と。このまず4つの言葉の違いから入っていきます。で、数学の第一章って、どうしても花形一番有名なのが計算なのね。だから計算だけやっちゃきゃいいじゃんってテスト勉強になりやすいんですけど、この言葉出てきます。特にこいつ。 自然数ねよくテストに出てきますのでまずここをしっかり押さえてからやっていきましょうでシンプルです上の2つはこれはすごくシンプル例えば負の数って何かって言うとこういう数ですはいこれ読めますかって言った時に大体の方が読めるんだよねこれマイナス3と言いますこのマークがマイナスです でマイナスはもちろんねこれと中学校から初登場ではあるんですけどみんなが12年間13年間生きてきた中で,生きてきた中で初見じゃないよね多分見たことあるよマイナス5度とかね温度表記でもあるわけだしだからまあそんな違和感ないと思います負の数っていうのはつまりマイナスがついている数のことこれはマイナス11になってもいいしマイナス0.5とか小数になってもいいしマイナス5分の2とか分数になっても構わないです マイナスがついてれば負の数ですいいかなじゃあその正の数無効ですねまあ何かっていうともう一個ね登場するマークがこれですプラス5ですまあこれもね読み方も特に違和感なくいけると思いますプラス5でこのプラス5っていうあ結論から言うと正の数ってプラスがついてれば OK なのねだから、まあ、プラス6とか同じようにねプラス一 1.9とかプラスじゃあ10分の3とか小数分数でもプラスがついてれば OK なんですけどこのプラス語って実はみんなが小学校の時にずっと使ってきた5と一緒です。5と一緒。実はこのプラスって書かなくてもいいんです。省略できます。ってかも書かない方がいい。本当はね。今意図的に書いてますけど だから、このプラス5っていうのは5と一緒。今までみんなが使ってきた5と一緒なんだと思ってください。本当はみんな使ってきたけど、ここにいたんだと。点線で書いてるけどね。プラスが。って思って。だからもしテストとかで、負の数、まあ、正の数選びなさいって問題出てくるんですけど、正の数はプラスが書いてなくても答えに入れます。だってあるんだもん。省略されてるけどね。だから回答欄に例えば7とか11みたいなプラスが書いてないんだけど、それも正の数にちゃんと入れてください。 いいかな。これが負の数と正の数。まあシンプルだね。この部分はね。で、一本数直線書きました。今まで小学校の時もね、たくさん数直線出てきてるんですけど、今まで出てきた数直線っていうのはこっちありません。0スタートで右に伸びていくね。1、2、3、4、5、6と。でも、中学校に入ると左側もあります。こうやって。で、この部分は覚えておきましょう。で、順番が0からマイナス1、マイナス2、 マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6となっていきます。これが数直線。で、これ結構ミスりやすいのがね、まあ自分の生徒にもいたんだけど、ここ抜くじゃん。書いてっていうじゃん。こっちからマイナス1、マイナス2、マイナス3って書く子が結構います。最初はね。もしかしたら、今ことあるわけかいって思うかもしんないけど、言うんです、最初。気をつけてね。0スタートで1、マイナス1、2、マイナス2っていう感じでこうやって打っていく。数字はね。これが数直線。 だからさっきやったマイナス3とかプラス5が数直線のどこにありますかって言ったらマイナス3はここだね123だからこここれがマイナス3だしプラス5はどこかっていうとここだねまあ5と一緒だからさこれがプラス5ですよといいかなこれが数直線さあでこっからが本番でございます本番っていうかまあここも本番なんだけどでまず整数からいきますこっちを押さえておかないと自然数があやふやになる<い>まあ整数から で、整数っていう言葉は小学校でも習っています。習ってる。で、小学校の時習ってた整数何かっていうと、0、1、2、3、点点点点ってこんな感じです。つまりこういった数が整数なんです。0、1、2、3。で、隙間空きましたよね。なんで隙間が空いたかっていうと、整数にはマイナスも入ります。マイナス1、マイナス2、マイナス3、点点書けなかった。 これが整数ですマイナス3まあマイナスも3で切っちゃったけどマイナス4マイナス5マイナス6マイナス100とかマイナス1万とかも全部整数です。整数で気をつけなきゃいけないのは何かっていうとここに小数分数は入りません整数の中には。 こっちは、負の数と正の数に関しては入ります。なぜなら、マイナスがついてれば何でもいいの。負の数は。正の数もそうね。プラスが入ってれば何でもいいわけ。でも、整数は入らない。この、まあ、ここね、数直線で書いてるこの数が分かりやすいです。これが整数。いいかなじゃあ、これを押さえた。整数を覚えましたと。で、自然数は何かっていうと、これね、別の呼び方があって、自然数って。これ、教科書にも書いてあるんだけど、 自然数は正の整数って呼ばれます正の整数つまり整数の中でも正の数、まあ、つまりプラスの数ねのことを自然数って言いますよとじゃあ何かっていうとこの整数書きましたよねそれにプラスが入ってるもの何かってここですこここれが自然数つまり1スタートです1 これが自然数と言いますミスしやすいのはまあこっちもね小数と分数が入りません当然自然数に関しても、まあ、それもミスがしやすいとこなんですけど0ですし自然数は0に気をつけて0入んないからね0にはプラスもマイナスもくっついてませんまあないのでこれ入らないいいかな1231からスタートっていうのを覚えておいてくださいこれがまず1個目ですいい で、テストの時に結構聞かれるのが、そのね、いっぱい数字がブラーって書いてあるんよ。で、そっから、負の数選びなさいとか、正の数選びなさいとか、自然数選びなさいってあるんですけど、たまにその流れで、えっ、ー、と、負の整数選びなさいっていう、これも出てきます。負の整数どれって。で、これに関しては、整数、さっきありましたよね。それの負の部分。つまり、マイナスの部分。だから、 え点々でこっちがこうか。点々でマイナス三マイナス二マイナス一スタートのこっち側です。これが負の整数です。負の整数ゼロ入んないからね。気をつけてね。ゼロ入んない。いいかな。これが負の整数で自然数は一スタートの右側です。一二三で整数も自然数も負の整数もそうだけど小数と分数は入らないのでいいかな。この部分を気をつけて覚えておいてください。 これがまず1個目。4つの数の違いでございました。ではね、ここまでしっかり確認し、これ本当大事なんで、ここしっかり押さえてね、確認してもらって、OK という方は次の絶対値に行きましょう。それでは2つ目、絶対値についてやっていきましょう。で、まずここポイントありでいきます。絶対値は、ほにゃららからのほにゃららっていう、この言葉はね、絶対覚えておいてください。絶対値何かっていうと、0からの 感じていこうかちゃんとね距離ですこの言葉は覚えておく絶対値って何って言われたらゼロからの距離簡単に言うとねでどういうことかっていうとまあ今回は問題演習をしながらちょっと説明しますその方が分かりやすいんでね例えばプラス4とマイナス3の絶対値って何ですかって聞かれるだかプラス4の絶対値何って言われたらこれ答えからいきますプラス4の絶対値は4ですこれが答えです なぜかっていうと、今数直線ね、また残しておいたんですが、残してないわ、書いたんですが、プラス4ってどこって言われたらさっきと同じで、ここだよね。4と一緒だからさ、ここになりますと。で、じゃああの4って0からいくつ離れてんのっていうのを考えるの。そしたらさ、0から1、2、3、4。4つ離れてるよね。だから4なの。 同じもん書いてるだけじゃんって感じがするんだけどそうやって考えるつまりじゃあマイナス3の絶対値何ってマイナス3どこかってここだよねここ0からの距離です距離は123個離れてるだから距離は3ですいい距離にマイナスはないからねうちから学校までマイナス 3,000m なんだとか言わないでしょ距離だからプラスになるプラスになるというかプラス取っちゃうけどね だからこれが答えないい,いかな機械的に覚えようと思ったら絶対値をね絶対値何って言われたらここのね数のプラスとマイナスを取ればいいだけなんだよ正直。あマイナスさ5分の 2? これの絶対値何ですかって言われたら5分の2が答えだからまあ符号取っちゃいい,い,いわけや別にあそこのプラスとマイナスって符号って言うんだけどこれもね符号取ればいいだけだとマイナス0.9これの。 えー、絶対値いいいくつってマイナス取ればいいからさ答えはもちろんそれでも構わないテストの時はそれでね丸つくからさだけど絶対値が何なのかっていうのをね覚えておかないと苦労する場面が出てきますだから絶対値何って0からの距離今符号を取るだけだよプラスを取ったやつマイナスを取ったやつが答えになるんだけどなんでかって言われると0からいくつ離れてんのっていうのを考えてるからこうなるんだよねというのは覚えておいてください いいかなでもこれだけだよ絶対値ってねでちょっとそれを使った難しい問題をやっていきますまず1個目絶対値が2以下の整数2以下ですでまたこの以下っていうね言葉が把握してないとここ,こ,こは苦戦してしまうんですけど、まあ、2より小さいまた、あ、厳密に言うと小さいと以下は別なんだけど、まあ、2より小さいやつです0からの距離が2より小さい整数はどこですかって考える例えばさっきやったように0からの距離こっからね 距離でしょここまで3まで行っちゃうとさ、当然1、2、3って距離が3になっちゃうから2以下には入らない。ここ入らないよね。当然4も入りません。で、2だったらさ、この以下っていうのはちょっとこれテロップじゃなくてこれ書くわ。よく言うんだけどね、以下、以上、そしてよく出てくるのが未満だよね。言葉で出てくるのが。いいこの違いは絶対抑えるよ。以上と以下と未満の違い。 あとは、この未満の仲間だったら、ほにゃなら、噛んでる。ほにゃららより大きいと、ほにゃららより小さいですね。これも未満の仲間になるんですが、何が違うかって、以下はさ、その数より下の数って分かるでしょ以上は上じゃん。未満は下、大きいは上、小さいは下って、それはイメージ分かると思うんだけど、何が違うかって、このいの漢字がくっついてる、以下、い、<laughs> 声が。 以下異常グループはその数が入りますつまり今、えー、こっちか「2」以下って言ってるのでこの「2」の数も入るんです入るっていうのは0からの距離が2でもいいですよって言ってるの2も入るからだから0からの距離2ってここでしょこれも OK ですってで当然ね1もさ2より小さいも2以下になってるから1も OK です で、0はさ、そのゼロ距離0だから、もちろん2以下に入ってます。だから、2以下の整数はって言われたら、0、1、2ってやりたくなるんですけど、忘れずにこっちも考えます。なぜなら、マイナス1っていうのは、距離は1だよね。離れてる距離1だから。だから、2以下に入ってるから、当然、マイナス1も OK だし、マイナス2も距離は2だから。だから、 これも OK。でも3、マイナス三まで行っちゃうと距離3になっちゃうからね。だからこれには入らないので、この答えはこうなります。ただし、え、これ意図的にちょっとこういう書き方をしたんですけど、これね、問題の出され方2パターンあって、絶対値が2以下の整数を、すべて書きなさいって言われたらこれです。すべて書きなさいって言われたらこう答えます。で、もう1個の出され方が、 2以下の整数が何個ありますかって聞かれるパターンもあります数ですその場合は12345個あるから答えは5個になります5個これねミスるよ <laughs> テストの時結構落とすよだから気をつけて全て書けって言われたら全て書くのその数を何個あるって言われたらその数ね12345個を答える っていうのね気をつけておいてくださいでもう一問ですまあ、この場所だったらこれが一番ボスに近いかなよく出てくるし結構ミスる子が多いところ何かっていうとその次の数いっぱいね6種類数書きましたけど絶対値の小さい方から順に並べてみましょうと並べてくださいっていう問題でこれはですね 絶対値の小さい方からっていう出され方と単純にこの数を小さい方から並べても、な、な、なんで、並べてねも出てきます。いい。でも今回はその絶対値の方だけいく。で、絶対値を小さい方から並べるときは、まずは全部の絶対値を考えましょう。全部の絶対値。でもそれはもうみんなできる。なぜなら、まあこの距離のこともあるけど、符号を取ればいいんでしょだから、マイナス5の絶対値は5、3の絶対値は3、マイナス1.5は1.5。 1> 1. 0は02分の9 2は9 2分の9マイナス12はマイナス取って12ってこれが絶対値なの。いいじゃああとこれを小さい方から並べ並べればよくないっていう話なわけよ。で一番小さいのはさこれもうマイナスなくなってるから絶対値マイナスないからねだから0が一番ちっちゃいじゃんだから0が <laughs> ちょっと答えかけないからお前上にいくわここいくねはい0が一番です一番ちっちゃいじゃあ次にちっちゃいのはって考えるんだけどまあ 1.5とさ3とかなら比べられるけどこれがね分数と小数比べなきゃいけないですこういう場面が出てきますそしたら、えー、分数いいこっちを小数に直します小数を分数に直すより分数を小数に直す方がいいですじゃあどう直すかっていうと2分の9ってなってるい2分の9をこっち回り2分の9をこっち回り9割る2で計算しますいいかい分数はそうやって直す だから9割る2これもちょっと筆算してくださいそうすると4.5になりますだからこいつ4.5なんですってことは1.5の方がちっちゃいよねなので次は1.5って書くんですけど書くのはもともとの数字を書きますだから一1 5が次にちっちゃい0使ったら消しましょう消しましょう次は3だね3がちっちゃい消しましょう で、4.5と5だったら、4.5のがちっちゃいので、もともとの2分の9を書く。で、5と12だったら、5のがちっちゃいから、ちょっと消しますね。えー、もともとの数字のマイナス5、そして元々、もともとのマイナス12と。ちょ、ごちゃごちゃしてごめんね。これが答えになります。いいかな だから、絶対値っていうのは、もともとはちゃんと0からの距離っていうのを覚えておいてもらうの。それは前提にはなるんだけれど、まあ、こういうふうに解いていけば、基本的にね、絶対値の問題は多分これだけでもかなり解けるようになってます。もちろんね、問題演習はしてほしいんですが、まあ、しっかりね、ここを押さえておいてください。では、えー、絶対値は OK だとなった方はですね、次のとこ行きますので、このまま続いて見てみてください。では行きましょう。 それでは続いいいてて計算やっていきましょうだたい今これで20分ぐらい経ってると思うんですけどみんな休憩してねあの自分も今これお茶飲みましたけどあの一気に見る必要はないから YouTube r 好きなとこで切って休憩することもできますんででねあの急いで見なくても後でお金かかるとかもないからさみんなのペースでやってください。それじゃあまずですね「試測計算」って何かっていうと今までやってきた足し算引き算掛け算割り算のことを全部で試測計算って言います。 で、言葉のちょっと確認なんだけど、中学校に入ると足し算とかではなくて、足し算のことを加法引き算を原法、掛け算を上法で割り算を除法って言います。いいかなそれが、まあちょと言葉ちょっと変わりますけど、覚えておいてください。で、今回やるのは、えー、足し算引き算のルール。ここグループです。同じルール。で、掛け算割り算のルールと分けてやっていきます。で、番書の量で分かるように、こっちの方が簡単です。めちゃめちゃシンプルなの。掛け割りはね。 では、まあ、足し引きから先行きましょう。で、今四つまず書きました。ここね。使ってる数字は五と二です。ただプ、プラス五、プラス二を足し算。マイナス五、マイナス二を足し算。プラス五、マイナス二と、マイナス五、プラス二となっております。で、まずね。上は結構楽なんだ。上段は。だって、プラス五とプラス二、多分ね、みんないけると思うよ。これね、七です。答え。で、プラス七って書きたくなるんですけど、答えのプラスはこれから取ってください。 計算で、え、プラスで答えが出てきたときも、プラス書かなくていいです。下手すると、プラス書くと減点されることバ×食らうこともあるので、いいかな。プラスは省略して書かないと覚えておきましょう。でですね、最初、ここ、数直線使うと結構わかりやすくて、消しゃうけのね、数直線書いておきましょう。0で、1、2、3、4、5、6、7。 ちょっとこっちも書きますね。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス五ちょっと入んなかったけど、マイナス7。こんな感じね。で、どう考えるかっていうと、スタートはまず0です。0からスタート。で、プラス5行きますよね。プラス5。つまり0からプラス5なんで、ここに行きましたと。で、そっから、プラス2を足すわけです。つまり、プラス5の場所からプラス2行く。プラス2って右側にでしょ。だから、 1, 1、2ってするから答えが7ですよって。で同じように考えていくと、マイナス5とマイナス2ってまずスタートでマイナス5に来ました。そっからマイナス2をします。足し算ってくっつけるからね。マイナス2をするからマイナスってこっちなんで2個いくから答えはマイナス7ですよってこんな感じでやっていきます。 で、もちろん毎回書かなくていいです。できれば頭の中で数直線を思い浮かべて。で、慣れてきたらもうこんな思い浮かべなくてもできるから。大丈夫だから。でも最初は、もしね、えー、なんだっけって思う方は、数直線を頭の中に描いてやるとやりやすいです。で、次が、プラス5とマイナス2でしょ。まずスタートはプラス5なんで、ここに降ります。プラス5ね。でも、そっからマイナス2だから、マイナスって左方向だからね。こっちに行くので、 マイナス2するるからどこにいるって3だよねつまり答えは3になります。同じようにまずマイナス5にいるからここにおります。でそっからプラスにするから右方向に1にするのでどこにいますかってマイナス3にいますと。これで終わり。ちゃんちゃんっていうねこんな感じです。 いいかなやり方としては。もちろん教科書とかの時に、教科書とかには、え同じ複合だったら足し算とか、異符号って言って、符号が違うことを異符号って言うんだけど、異符号の時は引き算とかもあります。そのやり方でももちろん OK です。OK なんですけど、最初は数直線を頭の中に描くと結構やりやすいので、よかったらね、やってみてください。あとは練習です。頑張ってね。で、次が第2段階矢印で飛びます。2つありますね。 上と何が違うって引き算なんです。ここ、原法、マイナスが来てますね。で、これはあるルールを覚えてください。あるルールを覚える。何かっていうと、実はここ、引き算嫌だな。だって足し算ならもうみんなできるんだもん。じゃあ足し算にしたいなってことで足し算にしちゃって OK です。まあ、しちゃって OK って言い方もあれだけど。ただし、ここの引き算を足し算に変えた瞬間に、この子の後ろの符号、つまりこの子ね、 この子が巻き込み事故で符号が変わります。こうなる。この子を変えたら、この子も変わるんです。前は変わりません。いいね。その引き、引く。引くの1個後ろの符号、こいつを巻き込み事故で変えてください。で、だって、こうなったらもうできるもん、みんな。プラス5、マイナス1。まあさっきやってるからね。だから、これの答えは3ですよ、と。同じく右側。 ここをプラスに変えますよね。変える。その代わり、1個後ろのこの符号も変えるから、マイナス2がプラス2になると。でも前は変わりません。こう。つまり、プラス5、プラス、プラス2になるので、7ですね。と。以上です。と。いいかなこれすごく大事なルールです。カッコの前に、えっ、ー、と、マイナスが、あ、引くがね、来てるときは、こうやって変えていってください。 で、大体の教科書もそうだし、まあみんなの学校の先生もそうなんですけど、まずカッコきの計算から始まります。カッコとカッコが2個あってね。カッコ足すカッコ。カッコ引くカッコみたいな感じ。で、その次です。が、カッコが取れます。こうやって。で、最終的にはほとんどがこっちになります。みんながこれから勉強していく先でね。カッコ足すカッコなんてなってこないです。大体こっちです。いいでも、ここまでの勉強が終わってれば、ここはできます。 できる。ただし、えっと、これのちょっと解釈というか、これがどういうものなのかだけちゃんと覚えておきましょう。どういうことかっていうと、自分よくですね、パーツっていう言葉を使うんですが、5マイナス7。まあ5、5引く7ですよね。これ、何のパーツかっていうと、5とマイナス7のパーツがくっついてるといイメージでいてください。いいで、ちょっと今無理やりね、こっちの勉強と繋ぐんだったら、5にはさ、 プラスが隠れてますよね。今書いてないけど、プラス5と一緒と。で、プラス5っていうパーツと、マイナス7っていうパーツがあると。それが足し算でつながってるとこれ同じ意味です、これ。これを書き直したら5-7になったの。だから、最初は、あ、これと同じ意味か。だってこれだったらできるんだもん、みんな。上で勉強してるから。だって、プラス5スタートでしょ プラス5からスタートしてマイナス77個下がるからちょっと行くよ1234567ここだつまりこれの答えちょっとここに書くけど答えはマイナス2ですねこうやってやっていきますちなみにこのパーツのこと今だったら5とマイナス7のパーツのことをこうって言いますちょっとここはねあの説明は省きますけど名前だけ覚えておいてこうっていうパーツのことをね で、で次も同じですこれはまあいろいろ考え方はあると思うんですけどまずさ、前のス3ここに括弧があるんだって思っちゃえばいい。っってなってなるるできるじゃん、んだもんでここが引き算になってたらどうするって足し算に変えるんだよね。足し算に変えると。ただし変えたら後ろこの子の符号も変わります。 マイナス3プラスプラス2になったんでちょっとこれは暗算しちゃいますけど答えはマイナス1とこうなります。いいかなで最後は数字がね数が3つありますけどこれも1とマイナス2とプラス3っていうパーツがある。無理やりつけるならここプラス1ですねじゃ無理やり括弧に入れるんだったらプラス 1+ 足すマイナス2足す プラス3と。これと同じ意味です。やってることは。で、一気にね、一気に倒すぜっていくのもかっこいいですけど、まあ、計算ミスするよりは、まずは1個数い行きましょう。え、プラス1たすマイナス2っていくつかなって考えると、1って2個戻るから、この部分はマイナス1だよね。消しちゃうよ。ここマイナス1です。だから、マイナス1たすプラス3になってる。 マイナス1からプラスだから右に3ついこう。いくつかなって2になりますよね。だから答えは2ですよと。こうやって、足し算と引き算 <coughs>、ごめんね、加法と減法をやってください。 で今回は、えーと、こういうね、説明をメインにしてる動画なので、えー、と分数とか小数は入れてません。でも、いっぱい出てきます。まあ、それはね、えーと、この概要欄に貼って,ると貼ってあるさ動画のリンクの方飛んでもらって練習問題やってもらっても構わないし、みんなのワークとか、ね、教科書とか使っていっぱい解いてください。ここに関しては、ちょっとしつこく言いますけど、体で覚えるまでやります。計算に関しては。今はみんな頭の中で数直線描いてる。いいの。最初はみんなそうだから。 でも、練習していく中でもうパッて反応できるぐらいになる。ぜ、全員がなれる。それに関しては。だから、そこまで練習してください。いいかなじゃあ、ここまでが過法と原法です。いい法と原法。一回頭切り替えるよ。切り替えて。次、掛け算割り算いくから。情報、情報です。でも、すぐ終わる。ここは、え、ルールでちょっと覚えてもらいます。 さっきと同じように、カッコが2個あって、掛け算がありますよね。で、これは全部割り算もルールが同じなので、今回割り算は省略してます。掛け算しか書いてないんだけど、何が大事かっていうと、中の符号です。はい、これ、プラスとプラスですよね。ここ、マイナスとマイナスですよね。同じ符号です。同じ符号で掛け算したときは、プラスです、答えが。同じ符号。つまり、これ 3×4 なんで、 12まあ全部12なんだけど同じ符号の時は答えはプラスになるんです。まあプラス書かないから12しか書いてないけどね。プラス3ナス4とかマイナス3るプラス4みたいな異符号符号が違うものでやった時は答えがマイナスになります掛け算は。でも3412の12は変わらないんで12は使いますこっちも一緒です。 マイナスとプラス符号が違うからマイナス12と。以上です。シンプルでしょこっちは。これは割り算でも一緒。例えば、えー、マイナス8割るプラス2ってなってたら、8割る2をすれば4が使うのはわかる。みんなね。でも、マイナスとプラスで符号が違うから答えはマイナスですねってこうやってください。いいかな まあこれだけなんですけど、あと,と一応一個、付け足しでね。マイナス 2× かけるマイナス 3× かけるマイナス4。さあみんな、数字はさ、2×3×4 なので、まあ24を使うだろうってのはわかります。大事なのは答えがマイナスなのかプラスなのかのそこです。さあ、どっちでしょうチッチッチチチチャンマイナスです。マイナス。 でこれはですねもちろん1個ずつ計算してってもできますなぜならここ計算しましょうマイナス 2× かけるマイナス3はマイナス同士同じだからプラスになるから23が6です一応書きましょうかプラス6プラス 6× かけるマイナス46424は OK プラスとマイナスで符号変わっているから答えはマイナスですよねだからマイナスってできるんですけど実はかけたり割ったりするもののマイナスの数いいマイナスね マイナスの数があ、書き順、ごめん奇数の時今マイナス3個でしょ1個2個3個奇数の時は答えがマイナスになる。マイナスが偶数2個とか4個6個8個ってなってる時は答えがプラスになります。っていうルールまあ教科書にも書いてあるんだけど。 いいかな、まあ、それもね、えっと、おまけっておまけじゃないんだけど本当は覚えなきゃいけないんだけどよかったらねここで覚えておいてくださいただメインになってるのは加法原法、足し引きのルール、まあ、このねマイナスをプラスに変えたら後ろも変わるとかのルールも含めてのまずこれそして掛け算割り算情報情報のルールこれを混ざらないように覚えるここ大事よ混ざらないようにいいい整理して1個ずつ覚えてくださいでここがね OK となった方は次は指の数出てきますのでそっちの方行ってみましょう それでは続いて、指の数というタイトルのものをね、やっていきましょう。で、今回の主役はこれですね。ちょっと大きく書きましょうか。こうなってて、右の肩にちっちゃい数字がくっつきます。で、この肩に乗ってるこの数字のことを、まあ本当に、のはいらないんだけどね。指に数って書いて、指数って言います。いい今回覚えてほしいのはこの指数です。いいかな。で、まずこれ。 全体でどう読むかっていうと、まあ2は2だよね。2の肩に乗ってるのが3なので3を使って、それに乗をくっつけて、2の3乗って言います。2の3乗。つまり、こうなってたら5の2乗ですいいかな。読み方を覚えてください。で、もっと大事なのが意味です。これは何を表してるのかっていうと、2を3つ、い2を3つ つかけ算でつないででいますすよって意味ですだから2の3乗は 2×2×2 っていう意味になります5の2乗は5を2つって意味なので 5×5 です、まあ、つまり5の2乗って25なんだけどねいいかなこうなりますで大事なのはこの2つですまず1個目違いに注意似てますね2の3乗マイナス2の3乗か 5 2, の3乗です2と3しか使っておりませんが、えー、厳密に意味が変わってきます。でまずこれに関しては上と一緒いい ?2 が3つ掛け算でつながってるって意味つまり計算すると8になりますこれはね。で次です次はこれまあ教え方ね結構先生によって違うんですけど自分がよくやるのはここがセットなんです。ここ 今やった同じだね。2の3乗。それにマイナスが後からくっついているイメージ。だから先に2の3乗をやっちゃえばいいと思ってて、こうやって。で、マイナスがひょこってくっついてる感じ。もちろん、マイナス 2×2×2×2 ってやってもいいんですけど、2の3乗が8ってわかってるから、ここがね、8でしょ。で、それにマイナスがくっついてるから、マイナス8となります。 いいね、二の3乗にマイナスがひょこってくっついてるだけです。オッケー。で、大事なのが、これ。これです。この括弧の外に指数がくっついてる形はよく出てきます。おそらく個人的にね、いろんな問題を解いてきて、学校の先生のテストとか入試とか見てきた中で。一番見ます。このパターンが。括弧、つまり中身マイナスでね。括弧マイナスの指数っていうパターン。で、これは何を表しているかっていうと。 覚え方は、かっこ丸ごと3個って、かっこ丸ごとが大事。つまり、さっきは2が3個かか、かけ算だったでしょ ?2×2×2 って。かっこ丸ごとだから、マイナス、かっこマイナス2が3個かかってるんだよっていう意味です。こうなります。こうなる。で、これは前で勉強したように、えもちろん1個数やっても構わないんですが、 マイナスが1個、2個、3個掛け算しているので答えはマイナスですね。マイナスで 2×2×2 なんで8。これはマイナス8を表し、まあ表してるっていうか計算するとマイナス8になります。だからこれとこれは答え一緒なんだけどね。今回に関しては。でもここを厳密に意味をちゃんと分けておきます。で、ちなみに、計算、いろんなね、計算していく中でこいつも出てきます。 カッコマイナス2の3乗です。まあよ、読み方だと同じになっちゃうんだけど、カッコのその3乗の中が、3乗が中に入ってる。で、こいつは、これと同じです。この子とこの子は同じことを表してます。これにマイナスついてるだけだから、あ、これカッコついてるだけだからね。こういう感じ。だから厳密に言うと、この4つだね。これとこれとこれとこれをしっかり 分けて意味が把握できてれば計算で困ることはないのでここをねしっかり押さえておいてください。で、もう一個がですね今回その指数を使った計算に関してなんですけどまずこっち。こっちからいきます。指数関係ない方ね。で、小学校の時から計算の時のその順序どういう順番で計算しますかっていうのが大事になります。今テロップ出てると思うんですけど一番最初にやるのは括弧の中身です。 カッコの中身を計算して、掛け算割り算が次。で、最後が足し算引き算という順番になっていきます。だから、これをね、計算しようと思ったら、まずカッコが最初にある。ここ、9-3だね。で、やっていくと、ここ9-3なんで6になります。6。ちょいちちょっとプラス6なんでこうしとこうか。消しますね。そうすると、マイナス5足す、えプラス6割る、えー、カッコマイナス2となっております。 足し算と割り算が残ってます。どっちが先って割り算が先だよね。だから、プラス6割る、カッコマイナス2を計算します。で、ここは1個前のやつでやったように割り算です。プラスとマイナス、符号が変わってます。だから答えはマイナス。で、6割る2をすると3となる。つまりこの赤の線の部分はマイナス3が答えです。じゃあ、残ってるのは、一回整理しようか。残ってるのは、 こ,こ,とプラスとこの子が出てきますこの線の部分はねマイナス3になったからじゃあ今までやったやんち書き直そうかこう書いたか分かりやすいかな今こうなってますここまで来たの整理するとねじゃあマイナス 5+3 はってなるから答えはマイナス8とこれで終了いいねででです右は括弧もあるんだけれども指数が入ってます でここで覚えてほしいのが順番計算の順番で指数があった場合は一番最初に指数をやりますかっこよりも先ですいい指数やってかっこやって掛け割りやって足し引きやるっていうその順番を覚えてくださいだからまずここから処理したいんですここかっこの外の2乗はさっきやったねかっこ丸ごと 今2乗だからマイナス3が2個計算してねとマイナス3かけるマイナス3ですマイナス同士はプラスになるからこいつはプラスサザン学とこうなります消しておきましょうこうだねでこの変な括弧これ中括弧って言いますこれ小括弧今まで使ったのは小括弧って言うんだけど小括弧の外にまた括弧を使いたい時にこういう中括弧が出てきますいい で今、まあ、引き算引き算があるんだけど括弧の中の計算がちょっと残っているのでここ先にやりましょう。つまりプラス5とマイナス5と11を足し算しているのと同じです。もちろん慣れてきたら暗算でいいです。でこれやるとマイナス6だねマイナス6。だからこの部分はマイナス6になりました計算するとね。 ちょっとごちゃごちゃしてるんで一回きれいに書き直しましょう16がいます引く、えー、中弧残そっかここがプラス9ねプラス9マイナスカッコマイナス6とこうなってますね今ね入っ,入ってる入ってる入ってるさあここでやることは何かっていうとまあ中括弧あるんでこの中身ここを計算したいんですけどカッコの前に引き算がいますねここ。 じゃあこれは可し算に直しましょう。その代わり後ろこいつの符号も変えましょうとなったので中がプラス9たすプラス6つまり15ですね。ここ。と書こうか。こうね15消しますとなりました。つまり16引く15になったので答えとしては赤でいいか。16引く15なんで1が正解となります。 まあ今回のこの動画に関しては、計算ができるかどうかではありません。計算の順序、指数を先にやんなきゃいけないんだよっていうのを覚えてほしい。でも、その前としては、指数が何なのか、何を表してるのかっていうところと、この違いね。本当にここは大事。違いに関しては。まあ、結構学年が上がっても引っかかるからね、ここに関しては。いいかな。まあ、ここをしっかり押さえてもらって、指数がまあ、OK、OKOK、OK。大丈夫となった方はラストです。次ラストだからね。 次の素因数分解に行きましょうそれでは最後やっていきましょう素因数分解ですねでタイトルがあれ素因数分解がいるってした理由がで,ですね実はこれ昔中1じゃなかったんですよ3年生だったんです中学3年生で勉強した内容が中学1年生に降りてきたんですね。 だからもしかしたら見てる時期その学年によってはええー、って思った方もいるかもしれないんですけど、まあ、そういった理由だと思って聞いてくださいだからもしあの該当してない方中1でやってなかった方は、まあ、ここカットしてもらっても構わないです、まあ、今一応ね教科書に載ってるのでやっていきますでまず素因数分解これがゴールあ右側がゴールなんだけどそのためには左側の素数っていうのを覚えておくというか分かってないとこっちに行けないのねだからまずこっちから行きます で今10以下の数1から10までね数を書きましたとその中で素数はどれですかっていう問題をまず解いていきますでまずね今回素数が何なのかっていうポイントを書かなかったんですよ理由が今教科書に書いてそのまま読むから聞いてて1とその数の他に約数がない自然数を素数と言いますと1とその数の他に約数がない自然数をと実はですねこの説明でピンとくる方は多分この動画見てないと思う そうってぐらいいいにににかりにくくんですよね把握しにくいだから一応問題演習でつかませます問題演習ででまずねその素数があって始まる前に1個絶対的に覚えなきゃいけないのがこいつ1です1は素数に入りませんもうたくさんのね学生の得点を奪ってきた素数書きなさいって時に1入れちゃうんだよねすごいミスしやすいもうたくさん得点奪ってきたこいつなんですがカットしてください1は素数に入りません で、ちょっとやってきます。入る、貼らない、入らないよね。2は素数です。3は素数です。4は違います。5は素数です。続きは後でやります。はい。これどう考えるかっていうと、実は自分はね、よく割る数、割り切れますかっていうのをよく聞くんですけど、例えば2って数あるじゃん。2。これを割り切ることができるのって、2る1もしくは2る2ですよね。 あの分数とか考えないでねこれしかない1か自分自身でしか割り切れないんですよそれが素数です3も同じだって3割る1か3割る2しかないあ2じゃねえや3割る3しかないでしょ3割る2ってせあの自然数にならないじゃないですかあ整数にならないでしょ答えがでも4って4割る1 ÷ 1 4割る4もいけるんだけど 4割る2がいけるんだよね。こいつ自分以外に2で割り切れちゃうんだよ。だから素数から外れます。っていう解釈をする。自分は。よくこれで説明します。いいかい ?1 と自分自身以外に何か他の数で割り切れるかなーって考えるの。そうすると楽。例えば6です。さあ6は何かで割り切れますかって。これは結構わかりやすいね。2でも割り切れるし、3でも割り切れるよね。 もう1個でも割り切られたらアウトなんで入りません。7は1と7以外なんかあるかなーってないんだよね。だから7は素数です。8は2でも4でも割れる。だからダメです。9はこれは3で割り切れてしまう。9割る3って割り切れるからね。だから入りません。10は2でも割り切れるし5でも割り切れる。だから入りません。と。つまり素数は2、3、5、7ってよくなる。 じゃあ続きでやっていくと2357111317って続いていくんですけど、まあ、そこを暗記してももちろん構わないですいいんですけど素数がどういうものなのかっていうのは把握しておいてくださいでちなみに今 1, 1から10まででやりましたけどテストとかだと結構ねその30から50この数でみたいなが出てきますその中の素数全部書いてねみたいなね その時さ、もちろん全部書き出してチェックするのもいいんですけど、これ楽な方法があって、半分に削れます。偶数ありますよね。数には偶数と奇数がある。偶数ってあれね、2、4、6ってやつです。こっち全部素数から外してください。まあ、全部ってちょっと言っちゃいけないんだけど、外します。なぜなら、ここ見て、この中の偶数って2、4、え、2、4、6、8、10なんだけど、4、6、8、10ってバスついてるんですよ。 なぜかって、だって偶数って2で割れるんだもん。絶対2で割られてしまうので、2は偶数の中で唯一素数に入ります。自分自身だから、2だから。でも他の数は全部2で割れちゃうので、この中チェックするときも、31、33、30、えー、待っちゃった。35、37って関係、奇数だけチェックすれば OK です。偶数は外せるから。 いいかなまあ、これも覚えておいてください。問題解くときにね、楽になります。で、まあ、素数をね、こうやってみんなに覚えてもらいました。じゃあ、本番の素因数分解いきます。で、今、問題が72を素因数分解していくんですけど、何やるかって、72をまあ分解するわけです。で、分解っていうのは、掛け算に分解します。こいつが、ほにゃららかける、ほにゃららかける、ほにゃららっていう分解をしていくんです。その時に、今書いた 素数だけの掛け算に分解して根が素因数分解いい、ね。素数だけの掛け算に分解です。で、やり方を今回2語書きました。なぜかっていうとえ、自分らが、まあ多分ね、みんなのお父さんお母さんとかもね、こっちだと思う。聞くと。まあ、俺らの時こっちだったのね。で、今教科書こっちなんだよね。まあ全部教科書チェックしてないから、もしかしたらやり方2の方を載ってるかもしれないんだけど、まずこっちからいきます。今メジャーな方。こう書くの。 で、何するかって枝を2本生やします。何する ?72 ってほにゃららかけるほにゃらら何になりますかっていうのを考えてください。で、これは1を使わなければ何でもいいです。まあ分数とかもダメだけどね。まあこれ九九に入ってるから、まあ9かける8がやりやすいんかな。九八十二。こうやって分けていくの。で、ここが素数になれば OK です。ストップです。でも9ダメだよね。まだ分かれる。だからどん,どんどんどん枝を2本生やしていくの。 で、9は、1は使っちゃいけないので、3×3、こうなりますよね。8は、2×4 だね。こうなります。で、3は素数なんで、もッ OK なんですよ。3OK、OK。2も OK なんだけど、4がまだ素数じゃないんで、君は枝を生やします。いいで、4は 2×2 だね。1使えないから。で、素数で揃いました。これが素因数分解。いいで、どう書くかっていうと、一番右側に出てきた数字、3、 3 2 2 2この子を使いますで答えとしては72を、えー、ちょっとちっちゃい数字書こう2が3つあるよね分解したら2が3つ 2×2×22×2×2×3 が2個 3×3 って分解できたんです素因数分解ですすい分解たただこれ書いたらです。 どう書くかっていうとこの動画でも勉強した指数を使って書きます指数つまりここが2が3つ掛け算になってるから2の3乗ですかける3が2個あるから3の2乗と書いてこれで正解になります72は2の3乗かける3の2乗といこれが素因数分解やり方1です その数を分けていくどんどん分けて分けて分けて枝2本2本ってやっていくのが素因数分解おーびっくりしたよーごめんなさいねカーテンがハッってなったでもう一個自分が、まあ、動画でもそれでやってるし自分今でもこっち使っちゃうんだけどやり方がその数を書いて割り算の逆みたいなものを書きます書き方としてはでこれをどんどん割っていきます割っていくんだけど何で割るかって素数で割りますしかもちっちゃい素数で割っていくの だ基本的に2からチェックする。2で割れないかなって割れるよね。2で割れるから割って、その答え。割った答えをここに書くんです。まだ割れます。2で割れるね。割ります。18。まだ2で割れる。9。で、こうやってやってって、で、2で今度割れないんだけど、3で割れるから。3使って OK だからね。3で割ると答えは3になって、ここに、 答えに素数が出てきたら終了です。でこことここの数をつなげたものが、えー、素因数分解で答えになる。今22233だったでしょ同じ。22233だから。どっちでもいいんです。そう。これは好きな方でやってください。別にどっちがいいよとは言わないです。こっちにか好みだと思う。一番はどっちも使えたらいいかなと思いますけどね。 いいかな、これが素因数分解でございます。で、えー、終わりたいとこなんですけど、最後にちょっと一個付け足しでやらせてください。例えばですね、素因数分解をしたものが。二かける、三かける、十三になったとします。これ十三も素数なんでね、素因数分解完了してます。これもともとの数は七十八なんですけど。いいかな。さあ、この七十八って、何の倍数でしょうか。 っていう問題が出てきます、まあ、ちょっとこ出し方はちょっと違うんだけどで例えば素因数分解をしていいことって何の倍数かかすぐ分かるんですねだっていて <laughs> 2が入ってる掛け算の中に2が入ってるから78は当然2の倍数です2の倍数ってあれね 24682× ほにゃららになってれば2の倍数いいかい ?2× かけるほにゃららになってれば2の倍数です だから3がある時点でこの子3の倍数にもなってます。もちろん13の倍数にもなってます。っていうのがわかるでしょでも実はこれ組み合わせで2と3をかければさ6になるでしょこれ ?6 の倍数にもなってるの。なぜかってここ組み合わせると 6×13 ともできる。ここくっつけたらね。6け×ほにゃららにできるんだから6の倍数になってるわけです。 って考えれば2と13くっつけて26の倍数にもなってるし、3と13くっつけて39の倍数にもなってる。この数が何の倍数なのかっていうのは素因数分解することによって分かりますと全部書き出せなかったですけど。いいかな？この倍数に関する問題、結構教科書とかワークにも出てきますので、あのこの考え、ぜひね。覚えておいてもらえたらと思います。それでは非常に。 長い何分かな編集入ってわからないですけど多分50分ぐらいあったのかなもしね、ここまで全部見てくださった方がいたら本当にありがとうございました。まあ、最初にもね、話しましたけど、見たただけでででかっはは自分では使いこなせませまんここの知識を問題演習、練習問題で自分で解けて初めて力です。 それを繰り返しいろんな問題やっていくことで自分の力がついてそれがテストの特定アップにつながりますのでぜひねこの動画やそのリンクの問題演習が載ってる自分の動画とかみんなが持ってるワークとかうまく使ってね繰り返し反復練習で勉強してもらえたらと思いますでは今回はか <laughs> ん今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました